です。うん、え、今日は、今日は、あの、喋っていいかな。これを、これを、あの、作れますね。今さっき、8時半に、おはようございます。おはようございます。これ、あの、今日これ作るときに、夜だに、夕方かな。これは、あの、韓国のロングシム。この黒い麺は、めっちゃ有名なので、これあの、結構伸びるから、動画伸びるもんで、これやる。なもんじゃね、やりやんね。これあの、ドキョーテか。ドキョーテのガモーリーにやる。ガモーリーに、ドキョーテで買ってきた。これを。で、これが140g、140g。日本のラーメンって 80g しかねえのに、140g はねえんだ。なんで、これは間違いなく多くて、で、これ結構甘いだ。甘くて、ちょっと塩分しおけばって、今さ、あの、今は8時半に、あの、焼き上げのやつが2人、焼き上げのやつが2人、あの、今から寝るやんな。で、俺が、まあ、今から何やるかって言うと、ダメなっていうか、テレビやんな。テレビ、あの、モーニングショーあるやん、ハトリン。あれ見て、9時半に玉川さんが、9時半に玉川さんが大変大変なのね。それにテレビやな、テレビ。テレビ見て、もうね、やめん。この時は結構、取り残されてる感があるやんな。あの、まあ、普通に、ジュレスは、あの、これ俺に、以外に、3人、1人は、杉浦は、もう、あの、障害年金、殺取してると思うんで、あいつ生活できるやん。なので、あいつは、おって、あの、うるせえやんな。障害者ねえのに、あの、年金で暮らしとる。それ以外が、二人働いとって、今から出れんな。なんで、俺が今から、あの、うるさくすると、リベンジしてやり返されねえんな。あの、起きた後に、1時ぐらいに起きるもんね。そこで、